日本関東地方神奈川県横浜市保土ヶ谷区、星川西線は、横浜市保土ヶ谷区の町名。現行行政地名は、星川一丁目から星川三丁目で、住居表示実施済み。保土ヶ谷区中部にあり、南東が一丁目、北西が三丁目となっている。北東端を片平川が流れ、一丁目の高台には、旧武蔵国における演技式内車。 杉山神社の論者の一つともされる、星川杉山神社が鎮座している。川の近くを、相模鉄道が走っており、一丁目に、快速停車駅の星川駅が置かれ、三丁目は、和田町駅に近い。また三丁目には、横浜新道が通り、新ほどがやインターチェンジ方面への入り口専用の、星川インターチェンジがある。 星川駅から片平川を挟んだ対岸の川辺町は、区役所やほどがや警察署、ほどがや郵便局のある行政の中心地であり、星川側にも公開道と図書館が置かれている。面積は以下の通りである。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、星川2-9-1の地点で25万6千円、平方メートルとなっている。 星川の地名は、平安時代に記された、和名類獣章にも見られ、松屋杉の木立で鬱蒼としており昼なお暗く、川の流れに星影を映したと言われたことに由来する、説がある。かつての吉住群下星川村で、1889年4月1日に、和田村と合併、宮川村、大和田市も星川となる。宮川村は1909年4月1日に、 保土ヶ谷町に編入。保土ヶ谷町は1927年4月1日に横浜市に編入され、同年10月1日の区政施行により、保土ヶ谷区保川町となる。1976年11月29日に住居表示が実施され、星川町全域と川辺町、神戸町、桜ヶ丘、花剣台、明神台の各一部から星川一丁目の三丁目を、 新設。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 町内の警察の管轄区域は以下の通りである。星川町に関するカテゴリー、ありがとうございます。